雨。
卒業入学者シーズンとかで本当に外に出て用意する、私もそうなんですけど、卒業式まで行こうとか、なんか入学式とか、なんか外に出ていく用意、絶対今までみたいにほらなってなると思っちゃいますね。山梨県の長崎知事、先週の臨時会見でのこの発言なんですね。送別会、歓送迎会、歓迎会、あるいはお花見に関しては、現在山梨県は感染状況が収まっていますので、ぜひ応援を行っていただきたいと思いますが、一方で感染拡大のリスクも実際あるわけですと、このようにおっしゃって、あのグリーンゾーンという風想定になってください。なるべく少ない人数で、マテーション、マスクといった感染対策をしたい。している山梨と感染が拡大している東京などを一緒にしないでほしい。このように知事はおっしゃっています。いいですね。いやでも別にさ、その長崎知事がおっしゃっているのでこういうふうに知らないで。Bear.